高校、キョンシーガール東京電子大戦記は2012年10月12日から12月21日までテレビ東京で毎週金曜日の24時52分25時23分に放送されていた日本のカンフーアクションドラマ主人公、川島海香がキョンシーとの戦いの中から成長していく姿を描く前座番組の勇者吉彦と悪霊の鍵から ステブレレスで放送されていた。テレビ東京で当時放送中だったピラメキーノでキョンシーの生態を紹介するミニドラマ中国の妖怪キョンシーを放送したところ子供たちの間で人気沸騰した。これを受けテレビドラマとして放送されることになった。そのため本作は中国の妖怪キョンシーや続編の戦え。オータディと同じ世界観を持っていることから戦え。 オ田タディに、川島海香を含むナインメンバーが出演している。川島は、カンフーアクションの練習をしている間、五輪での石川霞選手の活躍を見て、勇気をもらったという。本作のオープニング映像はファミコン風の8ビット、ゲームソフトのような映像となっている。400年前の中国では、猛威を振るっていたキョンシーを同志が主刀の末に、封印した。そして現代、 アイドル川島海海が海運。何でも官邸団に出品するお宝を探すため実家の蔵を探している最中に壺を落とし、貼られていたお札が剥がれたせいで封印が解かれ101匹のキョンシーを解き放ってしまう。剥がれたお札がバンバンという少年に変身し、キョンシーを封印できる現代の同志を探そうとするが、その人物こそ当の海海だった。当初、彼女は、 アイドルとしての対面を保つため同士になるのを拒んでいたが、ナインのファンがキョンシーに襲われているところに遭遇。バンバンから包囲を与えられ、ファンの笑顔を守るためにキョンシーを倒すが、海川、今一つ、同士になる意欲が薄い。伝説のキングキョンシーが覚醒するまで3ヶ月あり、それまでに101匹のキョンシーを封印しなければならない。特に役名の記載がないものは、本人役。 ウミカと同じくナインのメンバー。ウミカがキョンシーと戦う同士になったことを当初、4人は知らなかった。思いを寄せていた人が、キョンシーに殺されてからウミカは戦う気力を失い、キョンシーによって人類が滅亡する事態を危惧した。バンバンはメンバーにウミカは、キョンシーと戦ってきたキョンシュガールだと知らせる。事実を知った彼女たちは、ウミカ同様にファンを守るために、 キョンシーと戦うことを決意し、バンバンの力を借り、霊魂変身の術で、キョンシーに立ち向かう。キョンシーとは、埋葬された死体が妖怪化したものである。現代の同志、川島海家の手によって400年間の封印を解かれ、逃がされた。101匹いる。第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話第10話最終話2012年現在。 以下の商品が販売されている。また、スマートフォン用、ゲームアプリ、高校、キョンシーバスターズも配信されている。単館 DVD は2012年12月12日から順次発売された。全3巻。ブルーレイボックスも2013年3月6日に発売された。ありがとうございます。